どうもよろしくお願いします。はい、どうもどうもグリーンマンションです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、頑張っていきましょう。あのね、これやっぱこう笑うっていうのは、うん、いいことらしいね。あ、もうそりゃそうやね、うん、もうね、すごくいいことらしい。絶対笑ってるから幸せやからね、うん、もう人生どんな辛いことがあってもね、そうそう、もうね、笑ってたらね、うん、もうそれでさえ幸せなんですよ、うん、おほんまに。まあでも笑えないぐらい悲しいこともあるからな、うん、それが人生、うん、もうね、うん、もうすごい辛いことが起きるのよ人生ってね。そんな時に ね、無理して笑っててもしゃあないのよ、うんうん、そういう時はね、思いっきりね、泣いたらええねんね。ただ男が泣くのってかっこ悪いでしょ。うん、絶対泣いたらあかんよ、うん、男が涙を見せたらあかんね。そうそう、泣くことはね、よくない。もうすぐ泣くようなやつ、うん、男じゃあはっきり言ってね、うん、やっぱグッとこらえてね、人前で涙なんか絶対見せたらあかんもん。でもそれでもこぼれ落ちる涙はしょうがないで、魅力的やね。男泣きというのよ。したってよ、それは、ね、でも、うん、ものすごい悲しいことがね、うん、訪れた時にだけね、流れてしまう涙ね、うんうん、ただそんなね、悲しいことってあんまないと思うの、ね、物事って意外と平気やね、うん、あ、よくなったらそんなに悲しくないことばっかりなんですよ、ね、そんな気がするけどね、うん、そうやね、ほんまね。でもね、悲しいことよりもね、やっぱ腹立つことは多いわ、うん、あ、そうやね、もう世の中腹立つことばっかりやもんね。それは確かに。こういうのもそうです、僕なんかね、うん、こういうのね、あの駅前の駐輪場にね、うん、こう自転車を止めて仕事に行ったわけよ。ほんで、まあ仕事から帰ってきて、うん、その駐輪場自転車取りに行ったらね、うん、自転車のそのサドルがないんですよ。まあ、誰かに取られとんねん、これ。ああ、そうなんや。ああ、でもそれってまあ良かったのかな。ちょうどサドル捨てよう思ててん、俺。もうよかったわと思ってね、タイミング合いはもう、大体ね、自転車でサドルっていらんや、うん。まあ、あんなもん。まあ、なくてはならないものであるけどね。自転車の心臓やで。あんなサドルがあったら乗らねえよ、あんなもんな。サドルがあるから座れるんだってね。サドルがなかったらね、俺、ケツ痛くてしゃあないからね、こんなもんな。でもそう考えると、まあよかったわな。ケツ鍛えれるからね。やっぱね、男はね、精神とケツを鍛えなあかん、やっぱね。どんな痛みも耐えるぐらいに、カチンコチンのケツにせなあかん。あ、でもそれはどうかと思うけどな。ケツは柔らかい方がいいよ。やっぱね、おっぱいとね、ケツはね、柔らかいに越したことがないのよ。いや、それは違うと思うで。張りがある方がいいね。うん、やっぱね、その柔らかいだけじゃあかんね。やっぱね、おっぱいもケツもね。そうそうそう、そういうのあるけどね。まあでもそのサドルがなくなった自転車はこれどうやって帰ったの、うん、いやね、そのね、まあ駐輪場で置きっぱなしもあかんからね。お、いや、だからもうしょうがないからね。まあ、もう座らねえんから、うん、立ちこぎして帰ったんや。立ちこぎ。そうやん。ほな、まあよかった。っていう話やな。坂道には最適やね、うん、やっぱね、その坂道だとね、立ちこぎってすごい楽なのよ ね、うん、そうやね、だからね、俺よかったなと思ってね。でも坂道ってばっかりじゃないだろ、その平らなところもあるやろ、うん、帰り道ってそういうもん、うんうん、あの坂道と平らな道とミックスやねんね、このね、うん、帰り道っていうのはね。平らなところどうしたの。だからもう平らな道まで俺、うん、その立ちこぎする羽目になったわけやん。平らな道までかいな。そうや。でもそれやったらよかったやんか。スピード出るからね、うん、やっぱね、この競輪選手の気持ちになったつもりでね、猛スピードでブワーッと飛ばしたらね、やっぱ気持ちいいね、やっぱね。あ、でもそこまでスピード出したらあかんよ。危険運転やで、うん、絶対危ないからあかんね、こんなん、ね、事故起きるからね。サドルパクられた後にね、うん、事故したら最後やからね、こんなん。そう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 、絶対やったらあかん。スピード出てまうからね、やっぱ立ってこぐのはやっぱ良くないね。あ、まあな、うん、でも立ち上がらないといけない時ってあるけどね、人生ってそういうもん、うん、やっぱね、人生立ち上がらなあかんね、やっぱね、やっぱね、腰下ろしたままだったら、ね、人生何も始まらないよ、うん、っていうね。やっぱ前も見やすいじゃないですか。前向きが一番、うん、もう人生はね、もう前向きやったらさ、それでええのよ。前向きすぎたらあかんけどね、うん、そんなやつ鬱陶しいよ、うん、もうやったら気持ちだけ前向きになってね、疲れんのよね、うん、だから人生ね、後ろ向きなぐらいが一番だよね。後ろ向きは良くないだよ、うん、中途半端が一番やね、うんうん、やっぱね、中途半端ぐらいが一番居心地よくてね、人間ね、一番幸せなのよ、うん、そうなんですよね、うん、まあでも人生を持ち出すほどの話ではない。サドルの話やからね。サドル取れただけの話やからね、こんなもんね、人生関係ないもんな。気をつけていこうな。そりゃそうやな。でもな、お前そのサドルのない自転車は今後どうしようと思ってんの、ね、いやね、今のところだからそれがね、立ちこぎでずっと乗ってるわけよ、うんうん、ほんやっぱ疲れるでしょ、やっぱね、ずっと立ってるから、まあ、やっぱやってくるからね、これでね、うっかり忘れてね、サドルがないの、はいはいはい、座ってもらいなんかして、ぐっさー下がった、あらー、そうなんや、一体一体こんなもん。それやったらもうサドルいらんかもな、うん、新しい外観やね、うん、やっぱね、新しい快感や。人間やっぱ今まで知らなかった快感を知るってのはね、やっぱ素晴らしいことやからね、これはね。でも癖になってくるけどな。目覚めたらあかんよ。うん、そういう意味ではね。そんな変な快感に溺れたら人間危ない方向行ってまうもんな。うん、でもそれやったらサドルなかった方がいいかもね。もう行くとこから行こうからもうね。こうなったら新しい快感もね、未知なる探求心で追求してね、俺どこまで刺さるか座ってみようと思う、ね。ああ、なるほどな。その方が安定するしな。固定されるからね、これね。で、快感なんやろ。一石二鳥やんか、こんなもんね。快感で安定してな。ええことばっかりや、これ全部な。でもそれが抜けんくなったら困るけどな。地獄やで、これは。最悪ですよ、このまま、うん。このまま動かないなったらな。でもな、まあでもそうなった場合でも、こんな自転車が取られることはもうないで。あ、それやったらええわ、どうもありがとうございました。